はい、豊玉です。いつも温かいコメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日は私は三重町の菅生駅に今います。こちらの菅生駅には国指定重要文化財の菅生磨崖仏のこのイラストがありますね。すごいですね。このパネルは令和元年度三重まちづくり協議会さんが作られたパネルなんですね。列車の方からこの菅生磨崖仏のこのイラストが見えてとっても素敵ですよね。で、こちらには以前ご紹介しました交換橋があります。で、この交換橋に関しましてはこうやってね、生徒さんたちが小学校の児童さんたちがこういうね、交換橋についての物語とかを書いていて、これもパネルに残しています。素晴らしい取り組みをされてますよね。これも素敵ですよね。この駅の待合所のところにはやはりね、菅生小学校、地元の小学校の皆さんがこの地区の、まあね、代表する訪れてくださいという場所をですね、紹介しています。絵でですね、上手ですね。そしてこちらが似顔絵ですね。子どもさんたちの、これは令和2年度に作られた菅生こども園の卒園児さんたちの顔、そしてこちらも菅生小学校の5、6年生の方の顔ですね。すごい可愛らしい元気な似顔絵です。では今日私はここからのスタートです。どこに行くかどうぞお楽しみに。菅生駅を出て、そして菅生小学校の前を通りますと、すぐに石仏トンネルというトンネルがあります。そのトンネルを抜けるとですね、こういった看板が見えます。右に行ったら菅生石仏、左に行ったら六字明王ということで、右に曲がります。はい、私が今日訪れたかったのはこの国指定史跡菅生石仏です。良質な岩壁に表された人の技術と祈りの世界ということで、この菅生石仏はどういったものかということで、ここにですね、ジオサイトとしての説明がありますので少し読んでみますね。像は向かって左から千手観音、薬師如来、阿弥陀如来、十一面観音、毘沙門天と続き、正面の四体がもかげ座と呼ばれる台の上にあぐらをかいて座り、右端には毘沙門天が立ち姿で表されています。この菅生磨崖仏は平安時代の終わり頃、文後武士団として有名な緒方三郎惟吉らの一族によって作られたと言われていますということなんですね。やっぱりこの存在が知られるようになったのは大正時代のことということですので、緒方にあります宮迫磨崖仏とほぼ同じぐらいの時期にここの磨崖仏の存在も世の中に知れ渡るようになったということですね。それではこの菅生磨崖仏、ちょっと高台にありますので今から歩いて行ってみましょう。石仏と磨崖仏、読み方が2つありますよね。私はこれちょっと伝え聞いたものなので本当に正しいのかどうかは分かりませんけれども、磨崖仏というのは、まあ、岩に彫り刻まれたお仏様のことで、そこから動くことができない、その岩に張り付いてますのでね、動くことができないのが磨崖仏
で、石仏というとですね、もちろんその磨崖仏も含まれるんですけれども、もうその仏様をそのまま移動することができるものを石仏というふうに分けてるというふうに聞いたことがあるんですね。ですからどちらもそうなんですけども、まあ厳密に言うと磨崖仏、岩から離れることができない仏様であるということになるんですかね。さあどっちを選ぶか、この続く階段を選ぶか、こちらの坂道を選ぶか。私は階段を選びますね。では階段登っていきたいと思います。ちょっと薄暗い感じになりますけどね。結構ね、急なんですよ。ですから気をつけないと、雨降りとか下がね湿ってる時は要注意ですね。まあ上りはいいかもしれないな。でも下りは本当に気をつけた方がいいですよ。でもね、ちゃんと両脇に手すりがありますからね、この手すりを伝っていけば大丈夫です。さあ、あともう少し。あ、わあ、この急な石段を登ると真正面に仏様が出迎えてくださいます。これ面白いですよね。国史跡菅生石仏、昭和9年1月22日指定、国重要文化財菅生磨崖仏、昭和39年5月26日指定。なぜ？あ、ちゃんと注釈あります。さすが。国の史跡指定は昭和9年、重要文化財指定は昭和39年に受けています。そのためそれぞれ指定名称が異なっています。そういうこともあるんですね。では本物の仏様。わあ、嬉しい。電気がつく。わあ、ちょっとこう薄暗くなったらちゃんと電気で仏様がちゃんと見えるようにしてくださってるんですね。感激です。これは知らなかったわ。すごいね。どうでしょう、ちょっと久しぶりに来らせていただきました。でね、すごく嬉しいんですよ。これ靴を脱いでお上がりください、ね、市の教育委員会、大分文豪のジオパーク、そして菅生石仏清掃グループ、ね、皆さん本当に大事にされているのが伝わってきますよね。ではお言葉に甘えて靴を脱いで上がらせていただきます。素晴らしいですよ。本当本当に間近に見ることができて素晴らしいですね。すごくこうふくよかなお顔で、ね、優しいお顔立ちですよ。ああ、本当。ねえ、100年以上もこの土地でじっとこの土地のことを見守ってくださったんですね。
ありがとうございます。さっき私が登ってきた階段、上から見たらこんな感じなんですよ。ショキーンと一直線でしょ、ね、すごいですよ。そしてこちら奥ですね、ついついジオガイドとかを私させていただいているので、こんな感じのものが気になっちゃうんですけどね。ね、もうこんな説明し始めたらだ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 らうんちく述べそうなんで、今日は割愛します。ね、シダ類がいっぱい生えてますけれどもね。お、頑張ってる木発見。ね、こんな岩場のところでも根をしっかり張って頑張って生きていますね。私の一番好きなこの自然のたくましい姿です。おや、ね、お気づきの方はいらっしゃるかもしれませんね。あれ、地質がちょっと違うんじゃない？ね、そうなんです。そうなんです。でも今日は磨崖仏のご紹介なので、ここの場所、ちょうどですね、対岸というか向こう側に、六字明号っていう、またとっても素敵な、ちょっとミステリアスなスポットがあるんですよね。またこれはおいおいご紹介したいと思います。では帰りは坂道の方を通ってみたいと思います、ね、まるでちょっと登山道っぽい感じなんですけどね。木の根っことかに気をつけて歩きましょう。この菅生磨崖仏に伝わる伝説っていうのがあるんですけどね、鬼が作ったって言われてるんですね。何しろ五体もの素晴らしい仏様を掘ってるので、まあ、これが鬼が一夜にして掘ったんだということでですね、そういう伝説も残っています。結構この下りもなかなかの急坂なんですよ。これ滑りそうですよね。登るにしてもあれですけど、下るときはやはり足元注意ですね。ちゃんとこう手すりがずっとあるのが嬉しいですね。滑らないように。うわ、この葉っぱでっかいわ、ね、え うわ、これも元気がいいわ、すごいですね。これなんかこの一部分だけ見ると、なんかこう恐竜の時代の植物に見えません？ね、こういった湿地にはこのね、自然の蜜葉が、山蜜葉がね、生えてるんですよ。この山蜜葉がね、また香りがね、すごくて美味しいんですよ。おひたしにしたり白あえにしたりするとね、美味しいんですよね。すぐ食べ物のことになってしまうんですけどね。あ、すごいですね。石仏参道迂回路、原田さんという方が100万円寄付をして今の道を作ってくださったんですね。すごい、やっぱりそういう奇特な方いらっしゃるんですね。ということで、先ほどの登った
階段との合流点まで戻ってきました。はい、今日の豊玉散歩はいかがだったでしょうか。三重町の菅生磨崖仏に訪れました。あ、そうなんです。ちょっと私ここで訂正をさせていただきたいと思います。先日登った清川町の御嶽社ですね、御嶽神社とも言うんですけども、こちらで私ね、御嶽って濁点つけないで言っちゃったんですね。撮ってる時は必死なので気づいてなかったんですけど、やはり地元の方がですね、いえ、あっこは御嶽ですよとご指摘をいただきました。当然ですよね。本当にやっぱり地名や人の名前はやっぱ間違って言っちゃいけません。本当にごめんなさい、大変失礼いたしました。ここで訂正するのもなんなんですけども、もし見ていただけてたらと思って、御嶽社です、御嶽さんです、御嶽神楽です、よろしくお願いします。失礼いたしました。ということで、菅生磨崖仏、なんか菅生石仏という表現も間違いではないようなんですね。認定された年が違って、違った名前で認定されているということだったので、どちらで読んでもいいみたいです。はい、やはりね、散歩して気軽に私喋ってましたけど、伝えるって大事だなってもう肝に銘じているところです。今日も最後までのご視聴本当にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今日は三重町菅生磨崖仏の豊玉散歩でした。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。今度どこに行くかな、お楽しみに。